はいどうも、続きましてラムダさんでございます。まあ商品を見ていただいたら分かる通りインナーバレル、はい、ラムダ、こう見たお分かりの通り、金属工作機械を熟知した技術を大阪から世界に挑戦ということで、大阪日本のメーカーということでございますね。ご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、ラムダの増島と言います。よろしくお願いします。もともと工作機械使って、加工業をやってたんで、まあ、その知識とで、まあ新しいことをやっていきたいなということでいろいろ作っていってるところなんですけど、まあバレルに関しては知識がある設計者がまた別でいるんで、そこの知識を得て新しくどんどんいいものを作っていってるんで、まあラインナップとしてステンレスと鉄のバレル2種類今あるんですけど、鉄の方はしっかりした工具屋さんとかが使うようなメッキ屋さんに出しての物がすごい綺麗に上がってるんで、ぜひ皆さんに使ってもらいたいなと思ってます。全て工場は日本の工場ということで、東大阪で作ってます。自社で全部大量生産してるんで、他社さんに比べて結構リーズナブルにはなってるんじゃないかなと思ってますので。確かにインナーバレルといえば、まあ、思いつくので2社3社ぐらいが、まあ、台頭してるというような状態だったんですけども、まあ頑張っていきたいなと思ってます。いやもうぜひぜひ頑張っていただきたいですね。もう言ったら下町工場の力を今見せつけてるぞぐらいの。頑張ってきます。ちょっとハードル上げちゃいましたかね。来年再来年には自信持って言えるように頑張りますね。はい、これはステンレスですか。確かにこのインナーバレル見るときに、ね、こう中身とかを見るんですけども、インナーバレル皆さん見てみてください。内側にですね、輪っかがなんか何重かに見えるんですよ。でそれが綺麗かどうかでインナーバレルの質とか分かるんですよ。僕の素人目であれなんですけども、歪みもなくすごい綺麗な作りであるのは間違いないんですよ。いやこれからも本当に頑張っていただきたいメーカーの一つでございます。 VSR 転用のこれも作られて、ステンレスシリンダー、シンガーと、なんかちょっと入れたくなっちゃう響きの。以上いくらで？今日イベント価格で一応15,800円で安くできてんじゃないかなとは思ってます。で一応19,800円。今後そういった文書には出展されてこの価格でいける感じですかね。一応販売の方はドレスワンドガーさんに全部協力してもらってるんで、まあ、相談して、まあ、今後も頑張ってそれぐらいの値段ではやっていきます。今後ラムダさんから目が離せませんよ。今日はありがとうございました。